おはようございます。今日はみずほの畑に来ています。あちら側が奥が直売所になっています。そして今日のイベント会場はこちらですね。このビニールハウスでいろいろなイベントを行っています。そして僕たちペリヘリオンでこちらの畑を使って農家体験を行っていきます。昨日とあと今日もやっています。10時からで、ホームページにて11月3日まで予約を受け付けていますので、ぜひ遊びに来てください。よろしくお願いします。はい、ただいま水菜の種まきを行っています。こんな感じの体験ができます。はい、お疲れ様です。昨日今日と、みずほの村市場の畑をお借りして農家体験を行っていきました。今ここに車輪の跡がついているのが種をまいた跡ですね。一家族様に、契約いただいて今日一緒に種をまいていきました。まいた種はこちら、春菊、ほうれん草、水菜、ルッコラ、紅菜苔、チンゲン菜、小松菜、葉大根をまいていきました。これからこの種をまいた畑の野菜が育ってきて、でそれを皆さんで収穫してちょっと鍋をしたりとか、あとはもうその野菜を持って帰って、それぞれあった調理法をしていただいて、料理していただいて食べていただくという体験になってます。だいたい4月上旬頃まで続いてます。種まきのイベントは11月3日まで受付してますので、お近くの方はぜひ参加してみてください。絶対元取れます。